もう間に合ってよかったね。 T シャツかっこいいね。これ T シャツいいでしょ。これ白バージョン、さっさと絞りますよ。いきます。あ、7だ。おもんな。じゃあ今日は T シャツを売るのに専念しましょう。はい、こっちにする。はい、ありがとうございます。4950円です、税込み。こちら100円のお返しでございます。ありがとうございます。なんだったら今から会社戻って T シャツさ、いや本当に数枚ずつしかサイズ持ってきてないからさ、もう取り替えるよ。女性だと多分 M こちらです。ありがとうございます。もういよいよ完売するぞ。じゃあ2枚で9900円です。ありがとうございます。これもういいよ、俺店入んなくていいんじゃないの。もうはい、おはようございます。お願いします。あ、昨日すごい。でもこれまんま出てるの。ゴジラの角も開いてるよ。嘘だ、ゴジラ。俺撃つの。ゴジラ開いてんの。俺でもこの台何か分かんねえけど、まあいっか、初打ちの気持ちでな。まあじゃあオープニングからいきますか。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてタイガです。はい、ということでオーダーに答えましたね。はい、まあ、この話が何か分かるのは多分この世界に一人しかいないんですけど、この動画を見てくれてることを願います。はい、ということで本日は2024年の5月4日、はい、ゴールデンウィーク真っ只中、土曜日ですね。はい、でございますが、本日はまあ2連戦となってます。連戦はまあ今俺17ぐらいあるんだけど、お店がね、昨日に引き続き千葉県のウエスタン浦安柳通り店来ております。で、抽選が77番、まあ、昨日40番ぐらいで、まあ、からくり取れず、まあ、ブブブはもちろん取れず、ブブブ番長が埋まってからくりもギリ取れずにエウレカに行ったんですけど、で、その時ゴジラもこれ、まあ、今座ってるのはゴジエバなんですけど埋まってたんで、まあ、全然空いてないと思ってる。今日初打ちで南国ちょっとだけやってみようかなとか、まあ、要は何を打っていいか分かんなくて、で、じゃあどうしようと思って一旦南国の角空いてたんで行ったんですけど、ゴジラの角空いてるよってうちのタイガが言うもんだから、ゴジラの角って空いてないじゃん普通。見てもなかったんだけど、まあ1回だけ打ってね、で、それ以来全く触ってないけど、最近増大があったじゃないですか。で、ちょっと稼働も全国的に台数も増えて稼働もだいぶついてるってのを聞いたんで、まあちょっとここはまあ三強ですしね、ほぼ初打ちの気持ちで今日はゴジエバちょっと打ってみます。ちょっとね行きましょう。あの、ここから始めます今日まあじゃあ行きますか。ゴジラ対エヴァンゲリオン、こんなんだ。1ゲーム目だよこれ。なんか光ったよ。これ本物の1ゲーム目だけど、これなんかトゥーンってくんじゃない？66ゲームで。おお、また引いたよこれ。ここでもう一回引いたらさ、これ引いたよ、子役変異で、子役変異して増殖したよ。これ今複合した状態なんじゃないの。あ、でも増殖子役変異の方が終わっちゃう。あ、待って、リプレイ2回引いたから4連になったよ。これ何消えた、何これこれ何ゴジラ襲来ゾーン来たよ。ちょ、ごめん、これ何タンクじゃない、ちょっと分からん。いや、弱っ、2少なくない。負けた、ま、負けたわ。何それ。主に子役連やレア役でチャンスゾーンやボーナスを抽選、降格超降格中はボーナス当選期待度アップと、はい、なってまして。あ、やべ、スイカ取りこぼした。あ、でもスイカリプレイフラグなんだ。じゃあいいじゃん。あ、なんか追加からのチャンスゾーンがどうこうって俺聞いたことあんな。 20% から 30% って書いてある。スイカだけ数えないと。ああ、もう入ったじゃん1回で。これチャンスゾーンじゃん。カラクリサーカスと一緒ね、これ。お、なんか出たよ。はい、引いた。で、ここで引けばボーナス確定。お、引いた、出た、やりました。あ、そっか、なんかで聞いた。で、これまだ残ってさらにこの後ボーナスのストックができるんだ。これで終わんないんだ。あ、引かなかった。まあまあ、ネクストボーナス、はい、150万で、どっちかんだね。あ、そう、赤がいいんだ。ゲット期待で 50% って赤、うん、ダメか、うん、このラッシュチャレンジを取って
ラッシュチャレンジに入ると何ゲームって決まってて、そこでもう一回また抽選してラッシュに入るっていう。ラッシュチャレンジの当選、リプレイ 12.5%、 弱霊薬 30.5%、 G 神食薬強霊薬 100%、 ラッシュチャレンジの突入率が約 55% と。あ、終わっちゃった、ダメでした。ボーナス終了画面、神事デフォルト、はい、で今ので、まあ赤紫7だったからまずはラッシュチャレンジ取りましょうと。で確か赤7だったらラッシュチャレンジは確定するのかな、うん、でラッシュチャレンジに入ったらその後の何ゲームっていうラッシュチャレンジでまたリプレイでなんか多分何パーみたいな抽選をやって AT に入るという流れ で今はチャンスイカからのチャンスゾーンで当たったけど、それ以外にもレア役からの、まあ、直撃というか抽選があって、スイカがチャンスゾーンの抽選役で、弱チェリーチャンス名強チェリーっていうのが、まあ、降格以降とかそこのボーナス抽選と。通常滞在時ボーナス当選率ベルオアリプレイ4連が約 22% って書いてあって、俺さっきあの増殖するやつでリプレイ4連になったんだけど、まああれは外したと。あれ役ヒーターやっと、あスイカ助けて、おいった、おし、え、3の2だぜ、チャンスゾーン。いいぞ。おーっと、レイクいたよ。滑ったよ。追加。あ、レインボー。一発で。350枚ね。赤。あー、いなくなった。はいはいはい。おっ、これ取った。あー、取った、最後だ。リプレイ 18.8% になって、ベルでも 12.5% あります。レイク 100%、 あ、だから外れはダメなんだ。まあ突入率 57% らしいです。行きましょう。次回予告発生で、リプレイダメなんだ。 18%ダメ。え、無軸ねえかこの台。これ本当に AT 入んのか。あ、下パネ消えた。当たったわ、はい、ボタンが出て、はい、いいよ。100で当たったよ。100のゾーンっていうのかな、ゾーン。ダメか。おおおおお、押し順に従ったら、やった、確定した。 G 神食薬が押し順を伴うこともあるんだね。ダメ、何もなしでもね、なんかスーパーはあった。いやー、おー、引いた、よし、OK、危ねえ。 OKOKOK、 当たりました。でラッシュ入ったと。外れベルだと 16% で、まあ、最初50らしいんだけど、リプレイで 45%、 レア役以上だと 100% この最初の数字が増えると、追撃みたいな。引け、これが50を超えればいい。ここでリプレイで、あ、ダメだ、外れに、あ、これ下で下段あんのかも、自信調整ない、あ、ダメでしたか、はい、で純増5枚の AT が始まりますと。50バラッシュ、ゲーム数上乗せタイプの AT で、消化中はレア役でゲーム数上乗せや殲滅作戦という、チャンスゾーンを抽選。ベルで溜まる G 因子ポイントをマックスにすると、G 侵食薬が10分の1になる。 G 侵食薬降格へ突入するため、うまいと。消化中は内部的に G 覚醒ラッシュという、まあ、上位 AT をかけたチャンスゾーン決戦キングギドラを抽選。当選すれば終了後に決戦キングギドラに、突入すると。レア役とかリプレンは、ゲーム数上乗せの抽選をして、
スイカでは殲滅作戦の、抽選をすると。でそこにも設定差があるということなんで、だから結局スイカから、あ、獣神食欲引いたよ、ノラで。で、子役がもう絶対永久中だから引けるから、これで 80% の子役変異じゃなければいい。あ、増殖変異だ、いいよ。あ、来たよ。で、これが、あ、子役変異、一番安いやつだ。あ、で、ダメ、弱レア、あ、終わっちゃった。で、キングギドラに行かないと。はい、終わる。あ、終わった。で、なんか70ゲームぐらいはこれ、なんかバルブレイブよろしく引き戻しがあるかもねみたいな。うう、うん、強いよ。あ、チャンスね。ゴジラ、え、当たった。追加外れはチャンス目ですね。リーチ迷惑っていうのもあるらしいけど、それではないね。え、何これ。いやいや、当たり、ただのボーナスじゃない。お、金ボッキー。あ、ラッシュ、ラッシュのじゃ引き戻しに当選したのか、チャンス目で。このゲームで多分レア役引けばいいんだ。ああ、ダメか。はい、ダメ、入ってない。おお、またシャンソン入ったよ。二角、ああ、お、長かったよ、一周多かった。よし、オッケー、ベルで取った、ベルの 12.5%。 よし、あ、でさらに上乗せ抽選もあるんだ、先に取ると。まあ、オッケーオッケーオッケー、よし。レイは偶数示唆だ。あ、これね、2回目。まあいいわ、オッケーオッケー。入った入った、こうやろ、滑れ、リプレイ、よし、リプレイで 45% いけん。さらにってことだよね。ああ、これもうここで決まるんだ。もう次がなんかバルブレイブみたいに次があんのかと思ったけど、なるほどね、オッケーオッケー、うん、でもあの演出があるってことは多分あるんだろうね、その上も。あ、レア役を引きました。ああ、スイカ39、あ、違う、チャンス目だ、チャンス目は直のせい出た、量産で撃破せで、これはあー、ダメだったんだ、なるほどね。で、あれでいけば100になるってことか。あー、結局10乗っただけ。10ゲーム乗っただけ、むずいなぁ。いい、これ。めちゃめちゃ入るな。あー、外したー。はい。外れた。おい、取ったー。うわーい。あー、ダメ。なんもなし。50% ってやめた方がいいよ、そら。ボタン、あ、出ない。ああ、いった。まあ、実質1ゲーム目みたい。1ゲーム目に引いた変換から。まあまあまあ、毎度これなんだ。だから逆に言えばもう、ザザってこう、もうちょっとなんか、あ、気持ちいい。気持ちいい。いいよ。からの。はい。1、はい。2投目、あー、赤？あー、白だ。おっと？
これ、ああ、ない。これはなんだ、スイカかな？スイカだね。お？あ、行ったわ。4回目で。殲滅作戦。これが AT 中のスイカから入るチャンスゾーンで、スイカから入る成功率は約 50%。 まあまあまあ、まあなんか一応ベルとかリプレイとかレアエクとか引けばいいらしい。何も引いてないよ。第4使徒、星4。相手の攻撃っぽい。やられて星4だよ。は？あ、星4だぞ。無念。きつー。いや、まあまあ難しいなこれ。なるほどね。リプレイか。おお、来た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 。あっつ。あー、これやばいやつ来たわ。宇宙変異選択率 4.7%。 あ、G 細胞活性化っていう一番偉いやつがあるのよ。それの次だね。めっちゃ当たりやすい。超広角かつ当たればラッシュ確定。レアクルミ。ああ、これスイカ一角じゃね。スイカ、え、リプレイ。はい、来た。え、待って、キングギドラ、待って、キングギドラって偉いやつじゃない？ちょ待って、いや、もうでかいもん。え、完全勝利。え、ただの、え、で、ラッシュ確定の当たりなだけな。そんなことある？決戦キングギドラってわざわざ出てきたのに、クソしょうもないな。マジなんだよそれ。上位に行くんかと思ったわ。ああ、ただのラッシュだよ。なんだかな。まあただまあ宇宙をちゃんと物にできたの。来たよそれ。もう一回やってってことないからさ。あ、お、長い、うん、いかないよね。今のも、いや別にやれてないからね。ただ当たりが軽くて AT が早かっただけで、 AT の中身はいつも通り銃乗せみたいな。ということで午後5時半時点の店内状況を最後に見ていきましょう。まずブブブなんですが、ここ角台が満枚1500枚、角にこれが2000枚の札刺さって、手玉多分マックスに、あ、でも48連、あ、もうめっちゃ出てんじゃんこれ。ああ、1万2500やっぱ出てるね。はい、並びで満枚です。でその隣、ここも5800枚、ここが5000枚出てるね。はい、ここも19連でだからだいぶ良さそう。ああ、でここも7600、はあ、だいぶすごいね。革命パネルの方に移って、ここも5000枚で4900枚出てて、ここも4000枚。あれ、今日バルブレイブタコ出しですね。これバチバチだと思いますよ。オッスはここが、カドニが5500枚出てて、あ、これも6000枚出てる。
俺も3700枚出てるね。で角5000枚ぐらい出てるわ。4800枚。モンキーターンはまあ2000枚ぐらいの台はいっぱいで、なんかグラフももみもみって感じなんで悪い感じではないかな。これ5000枚出てるし、あ、ここの島だいぶ強いんじゃないかな。うん、バルブレイブとモンキーと番長カラクリはね、後ろ50番の後ろだったんで見てたんですけど、ここの台が6000枚か。ただ6000枚出た後もう3000枚ぐらい飲まれてるね。はい、天然はここが3700枚と3000枚出てるね。鬼武者がなんか2500枚出てるね。まあ一撃だけど。ということでゴールデンウィークですね、はい、こちらのお店ウエスタン浦安柳通り店2連戦終了ということで、まあ、今日は、まあ、実質初打ちに近いゴジエバに挑戦しました。結果終わってみたら変なミミズみたいなグラフになりまして、投資が450枚の回収が1130枚ということで、まあ、勝ってそれは何よりなんですけど、難しいですね。初当たりも結構取って、まあ、粘ってた理由の一つがチャンスゾーンの突入率で29分の11かな、はい、まあ、6ぶっちぎってるというところで頑張ったんですけど、まあ、特に終了画面は80% 以上デフォルトの偶数示唆がちょろっとぐらい、2以上とか高設定示唆弱が1回かな。だからまあ何も確定系も出ないでね、5000ゲームぐらい回して、まあ、とにかく AT が難しいですね。なんかこの噛み合えば多分すごいバンバンバンってお祭りみたいになるっていうのはなんとなくわかるんですけど、5時半まで打って5000ゲーム回してもう結局上乗せはプラス10が何回かあったぐらいで、まあ、それでもプラスで終わったっていう時点で、まあ、やっぱり挙動は良かったのかなとは思いますけど、でゴジエバに関してはその、まあ、最初導入の台数がちょっと少なかったっていうのもあってあまりなんていうの有名じゃないというか、でも、最近ね増大全国的に増産されて設置するお店も増えてきて、でなんといってもやっぱ三強のスマスロブブブカラクリを輩出した三強のスマスロっていうところで打ったことない機種の中ではいいんじゃないかと、まあ、実際球が出てるのを見たことはあるしっていうところでっていうその心の拠り所じゃないけどね、根拠はなく、だから今日ギリギリ今このタイミングでやめることによって、まあ、もうちょっと情報を集めて判別もできないと結局ね定性って打ってもしょうがないん で結局今日のはよくわかんないんですけど、まあ、一応まだ次回打つ余地を残したっていう感じですね。 AT がねやれてない以上正直面白さは全然わからないというか、勇気ある撤退ということで、あの、まあ、ゴールデンウィークね、てか5月入って、今日4日なんですけど、まあ、1日が別の媒体での収録だったんで、いただきチャンネルでは一応3回目の収録で、まあ、ところ3連勝で、はい、5月全勝ということで、でまあお店の方はね、一言で言うともうバルブレイブですね、激寄せって感じでバチバチに設定は入ってることが予想されます。極上っていう言葉をね、はい、ちょっとマイケルシータっぽいけどね、マイケルシータがよく使ってるんですよ。極上のバルブレイブって今日はもう十分言える、はい、まあ、そんな感じで今日は締めます。こちらいただきチャンネルの収録スケジュールでございますんで、ぜひ遊びに来ていただければと思います。なんかもう今道行く人がこの T シャツ今日買ってくれた人が来てくれてて嬉しいです、まあ、この動画が上がる頃にはまだ多分在庫ソールドアウトにはなってないと思うんで、一部サイズもしかしたらソールドアウトになってるかもしれないですけどね、はい、こちら2パターンありますんで、はい、ぜひ概要欄の方に、オンラインショップの URL あるんで気になった方はチェックしてみていただければと思います。以上疲れました、帰りましょう。お疲れ様でした。